タンタマレータンタマドシは、新朝最後の皇帝愛新架羅不義の側室。満州名は、タホカヘシャゲタマドシ。くらいは貴人。タタヘシャゲ貴人と呼ばれることが多い。1920年に、北京の満州貴人の家に生まれる。当時、満州族は、漢族の州族になじみ、漢名を名乗ることもあった。タマレーが生まれた時には、実家のタタヘシャゲ氏は、 単という感性を使用していた。1937年、北京の女子学生の身であったが、満州国皇帝となった不儀に選ばれて心境に迎えられ、貴人に作立される。しかし1942年に創生。名権貴妃と送りなされた。意外は、長春の半若寺に埋葬されたが、後に、ダビに付され、遺骨は、北京に移された。 病弱の身であったとはいえ彼女の急死については疑惑がある。御用係の吉岡安直は不義に日本人女性を嫁がせたいと考えており、丹玉都は邪魔になったため毒殺されたという説があるが、真偽は不明。中国の歴史ドラマ、ラストエンペラーはこの説を採用している。不義は自伝、我が半生』において、彼女の死因は長地不スであったと書きつつも治療を担当した。 吉岡の責任だとする内容を綴っている。1995年、河北省駅圏にある、新朝の歴代皇帝の両母清志聖の近くの民間墓地、花、竜王園の経営者が、墓地の知名度を上げるために、不義の最後の婦人離宿圏に不義の墓を作ることを提案し、これに同意した離宿圏によって、不義の遺骨は同墓地に移された。また、 あとに不義の墓のそばに、皇后園用と丹玉都市の墓も作られた。2004年、愛心角ら家により改めて、名賢後期費の仕事が送られた。ありがとうございます。